局さ、ここでやるよね。行ってきます。いってらっしゃい。足が入んなよ。何やってんじゃん。え20あれ21疲れた。この目玉焼き完璧。完璧だ。完璧完璧。黄身を崩して食べるのが好きなんだよ。うん。黄身崩さないで食べる人っている？いるんじゃん。半熟が嫌いな人もいるから。半熟って？黄身が固まってないやつ。いただきます。もう一個作れる。ねえ、あれ目玉焼き中毒なんでね。毎日食べてる。今日さ、国語でやるよね。国語ないけど。ちょっと手下げいいの？3秒。入ってるよ。スイート入れた？入れた。行ってきます。いってらっしゃい。はい、おかえり。ルーティン取りますよ。今日どうだった？え、楽しかったよ。特に問題なし。ちょっと開けないよ。ここで、ここで開けないよ。キキは妹のキキです。負けんな。
今日20。全部で20。うん、20本。10分10本目指して。うんうん、で次5分。5本。5本。でリベンジの3分3分でしょ。で怒りの2分2分。怒り。さあ本日は。食後だからね。うん。予想何キロ？20…あれ25.45。え？あれ？え？嘘？え、どういうこと？待って、え？新記録じゃん。嘘でしょ。嘘だ。25.45。お、マジだ。えぇ、ー、ちょっと待って嘘でしょ。軽い。そう、言ってくる。パパパパ食後だけど 25.45 度。やったー、でかい。新記録。25自体行ったの初めてか。うん、そうだよね。やったね。52.45。よし。最近朝ちょっと多めにするように頑張ってたもんね。あ、嬉しいね。18.4。お、引きもいい感じに増えてるぞ。すごいね。うん、ね、これちょっと見て見て。エビ。見て。すごくないかしら。もう終わったの。100回？うん、25セット。ああ今5セット目は。やばいやつ。ちょこちょこ。あれこれ。疲れた。疲れた。ジム終わって階段行って帰ってきてだもんね。しかもジムも何も練習したから。あ、そうだよね。合計ジム合わせて3回練習した。あ、何時間ぐらいやってんだろうね。ジムはだいたい45分ぐらいでしょ。で家では1時間ぐらい。1時間もやってないかな。もう45分ぐらいだときついよ。で、階段30分ぐらい。30分ぐらいだから120分か。120分。ねえねえ、結構階段好きだよね。うん、だけど疲れた時にパパにもう一回天井やられる階段嫌い。それそうだよね。今日は私のルーティンを見てくれてありがとうございます。またルーティンをやるのでぜひお楽しみください。それではバイバーイ。